寛永10年12月、徳川忠長が将軍家光の実弟でありながら自刃という名目で切腹を申し付けられたるは、大国の領主にあるまじき乱行を咎められてのこと。しかしその多くは俗説であり、真偽のほどは定かならず。寛永6年、駿府城。殿に一言申し上げた機器がございまする。匂うな。何としても聞き入れていただかねばならぬことゆえ、来たる9月の24日、城内にて行われる御前試合、真剣をもってせしめるの儀、お取りやめくだされ。剣の優劣は勃剣にて十分見て取れるもの、真剣など用いてはせっかくの一芸の者たちが、天下はすでに太平、かかるご時世に東照大権現様ゆかりのこの駿府城の庭先を血で汚せば、ご公儀への本意と受け止められましょう。さすればお家の一大事、なれば御前試合の剣士になり代わり、それがしがお見せつかまつる。なっ、おいっ、おっ、真剣試合がもたらすは、つまりかようなもの。それとも殿は、駿河55万石を引き換えにされてもかようなものがご覧になりたいと仰せられるか。同年9月24日、まこともって不毛、あたら貴重な一能の者の歩を真剣試合で失うなど。しかし誰がとどめようぞ。鳥居殿の命を落とした還元さえ踏みにじられたあの殿を、卑怯。侍の命は侍のものならず、
主君のために死に場所を売ることこそ武門の誉れ。三重殿、いかがなされた？見えました、藤木様のお勝ちになる姿が。藤木玄之介殿、お出番にござる。御前試合を執り行いまする。はっ。西方藤木玄之介。石腕、あの男は確か三枝殿のご推挙。いかにも。血迷われたか。片腕の剣士に神経勝負など。務まり申す。日向殿。おお、濃尾無双と謳われた小岩流の藤木玄之介殿。貴殿は家老三枝伊豆の神様のご推挙であったな。念のため身を改めさせていただく。どうぞごゆるりと。深く傷。このようなものを殿のお前に。あの背面の起こり、腕一本の働きは十分にするものと覚え申した。東方伊良湖清苑。行く。もうよい。あそこ。それだけではありません。メシ。藤木玄之介、伊良湖清苑。いざ両名とも心置きなく御殿のため存分に剣技を尽くされよ。石腕と飯。このような武芸と値せぬ見せ物にて
お庭先を怪我したとあっては、いよいよもって。いいな、見られい朝倉殿。不屈の精神を持った剣士にあっては、己に与えられし過酷な定めこそその魂を揺さぶり、そしてついには。何だあの構えは。あれこそはイラコ様の必勝の構え、無名坂流れのお姿。藤木様、切ってくださいまし。憎い憎いイラコを切ってくださいまし。立ち筋が、この剣術尋常ならず。7年前、元和8年、遠江の国。狭り。あれはつらい、参ったを言わせてくれぬからな。ない。それまで。藤木。もう少しこう、なんというか、手心というか。牛本師範、言いたくなければ覚えませぬ。申し上げます。ただいま玄関に他流の者が。イラコ聖元と申す。岩本小雁先生とお手合わせ願いたい。お父上、お父上、道場に他流の者が。旦那様、いけません。
書を破り。わかり申した。先生にお取り次ぎいたそう。だが道場の約定により門弟の者2名と手合わせした後ということになるが。構いません。他流試合心得。稽古磨きのための試みとして立ち合い申し候を上は勝負の良し悪しによって異種異根の儀。決してこれあるまじく候。他流の者を丁重に扱い倒すことまかりならぬ。伊達にして返すべし。かかる者の姿は小岩流強しを世に知らしめ道場の名声を高がむに至り。無用だ無用だ。奴の赤い唇剣術には無用だ。藤木の剣先やや厚いか。キャツめ飛び込みおった。今だつばぜまり潰す。気を逸した。どうした、うん、藤木の様子がおかしい。あれは指絡み。それまで。師範代、師範代、藤木師範代。構うな、これからだ。これからにござる。これからに。さようにござるか。それまでと申した。これからにござる。これからにござる。藤木、これからに。そうよの。次なるはそれがしが。素振り用の木剣とお見受けいたすが。作法お許しあれ。